はい、皆さんこんにちは、マネリングルビジュです。では今回はアーズオバイアン4、マンザガンアメリカ軍プレイ続きをやっていきたいと思います。実はですね、この後1年分ぐらい先までプレイをしてみたんですけども、陸軍の軍備が整っていないまま開戦したというのもあってですね、アフリカ戦線で惨敗惨敗惨敗ということで、やり直しを何度かしたところなんですが、やっぱり軍備をしっかり整えないと無理だねと、アメリカでも、ちゃんとね準備が整わないうちに介入していっても厳しいねというのがよく分かったので、一旦ね、軍備を整えるということを今回はやっていきたいというふうに思います。では早速続き始めていきましょう。まずですね、そういう意味で言うと国内に温存している部隊で投入できるものがあれば投入しちゃいましょうねというところをやっていきます。それに伴って、まずですね、この本土防衛軍というものを少し名前を変えて、もう、遠征軍として編成し直す、そういうふうに考えていますというわけで、まずはこれを第二遠征軍みたいな形にします。このね、日本語入力もサポートしてくれるともうすごく楽ちんなんですが、現状そういうわけにはいかないので、今みたいな形でメモ帳を呼び出して、メモ帳で入力したやつをコピペしてます。でそれに伴ってですね、アジア方面とか太平洋方面とかっていうふうに名付けていたのをちょっと名称を全部変更してですね、基地防衛隊はそのままにしますが、マッカーサーのところは第一遠征軍にします。こんな感じですね。でマッカーサーのところは単なる遠征軍という形にしましょう。今陸軍の徴兵も進めてはいるので、徐々にね師団数も増えてきてくれるものとは思うんですが、現状そういうわけにはいっていないので、しっかりと今いる陸軍の師団を、ある意味で有効活用しましょうというところですね。で続いてですね、生産なんですが、今全然陸軍の方に振り向けていないという状況なので、これをですね陸軍の方に装備を回すために、装備を作る工場を上へ上へと上げていきましょう。ある意味ではこの海軍の工場を下に下げるっていうね、そういうことになるんですが、海軍の工場を下げてでも今は陸軍の装備が欲しいという状況です。で、第一遠征軍、第二遠征軍、それぞれ9師団入ってるんですけど、これ今ボストンに集めていて、ボストンからですねこの後はイギリスの方へ入れていこうかなというふうに思っていて、ノルウェーをまず攻略するというのは変わらないです。で海軍の方もちょっと覗いておきましょう。まず、第一艦隊なんですけど、これもはっきり言って、日本と開戦するまで眠らせておくというのはすごくもったいないねという話になるので、まずこの第一艦隊も動かします。紹介をしてもらいましょう。でそのため任務を消していきます。日本と開戦したらすぐに戻す必要はあると思うんですが、それまでの間はあくまでもこの北海、イギリス海峡、ビスケ湾
この3つを担当してもらいましょう。これが第1艦隊の第1水上打撃部隊ですね。で続いて同じくグアムでドック入りしている第1艦隊の第1機動部隊、まあ、いわゆる空母部隊ですね。これ今回収中なので回収が終わるのを待ちます。で第2艦隊の第1機動部隊、まあ、ちょっと分かりづらいんですが、第2艦隊の方は再びねこれも回収中に入っているエンタープライズがあるので空母、これが終わるまでは待ちましょうということになります。であとはグアムでドック入りしちゃっている第1艦隊の哨戒艦隊ですね、まあ艦隊規模としてはかなり小規模で哨戒をメインとした任務で駆逐艦から編成されている艦隊なんですが、これも同じくですね、まずは移動しちゃいましょう。どうしても航続距離が短いというのもありますからね。で第3艦隊、で第4艦隊、そして第5艦隊という形です。まあ、これらは引き続き C レーンの防衛を行ってもらいましょう。おっと、なんか次元付きの何かが起きているな。なんだ？ユーゴがブルガリに宣戦布告可能という状態になりましたよっていう案内ですね。じゃあ続いて回収状況を確認しておきましょう。ヨークタウンクラス作っているものは減らしたくないので他から引き上げましょう。戦艦、巡洋戦艦、巡洋艦、空母というところになってくると減らしたくないのでもう減らせるのがないね。駆逐艦とかだったら減らしてもいいかななんて思ったんですが、そうすると減らせるものがない。ヨークタウン下位でしょう。そうだね、今だと第2艦隊のエンタープライズ、第1艦隊のレンジャー、この辺りがまず回収に入っているのでこれが終わらない と、空母機動部隊が出撃しづらいという状態ですね。レンジャー、まあ、ただレンジャーが 60% まで来てます。で第2艦隊の方はエンタープライズが97、エンタープライズはもうすぐ終わりますね。なのでまずはイギリスの方に部隊を集結、そのうちノルウェーの攻略を行っていきましょう。でその時に飛行機の数も全然足りないというのが、ロケハンの結果、まあ、単なるやり直しになっただけの話なんですが、足りないというのが分かっているので飛行機も増やしていきたいんですが、飛行機をどうやって増やすかですね。ある程度距離が稼げるものが欲しいので飛行場をサクッと確保できるところだ。ここからだと届かないよね、どう頑張っても。飛行機をここに仮に距離の長いもの、まあ、例えばなんですが艦長の爆撃機、まあ、お試しで配備してみたとしますと、そうするとこの楕円のマークまでなんですよね、有効距離が。これだとちょっと短すぎませんという話になっちゃうんで、あんまり意味がやっぱりないんですよね。距離的にもうちょっと長いものを用意するか、よりノルウェーに近い基地を確保するかということになると思うんですけど、いずれもなかなか難しいですね。ああそうか、陸軍の展開場所も今のうちに半々ぐらいに分けときますか。どんどこどんどこ陸軍はこのあとヨーロッパ方面にまず最初に差し向けたいという思いがあるので、
まずはそこからだな。ニューイングランドに変えて並行して、それでもやっぱり西海岸にも欲しいので、西海岸には2師団ずつ作り込んでいきましょう。で、従来の7師団はこのままカリフォルニアに展開していきます。OK ですね。カリフォルニアに展開していきます。2師団ずつ作り出していきましょう。で、メキシコが合衆国に参加するかどうかですが、これは合衆国に参加を歓迎しちゃいましょう。で、あとは師団をどんどん編入していきます。気になるのが、さっきなんかメキシコが参加するかどうかっていうやつを無視した気がするけど、あ、連合国に加盟になってるね。大丈夫ですね。メキシコ連合国に加盟ということです。で、軍需工場の構築状況、建設状況を確認していきましょう。まだまだこれからだな。で、カイロ陥落ですね。イタリアにカイロを奪われた。つまりエジプトが落ちたわけですね。で、実はロケハンの時、まあ、やり直しになった時はですね、この状況実は同じ状況で、これを見て急遽アフリカ戦線にも介入したんですけども、ここがね全然勝てなかったです。というのも重戦車の部隊を送り出したんですけども、やっぱり砂漠というのもあって動きが鈍すぎてですね、全然進軍ができないうちに敵の増援がどんどん集まってくるっていう、まあ、悪循環が始まってしまって、結果的に、まあ、どんどん味方が殲滅されていってしまったということがあったので、まあちょっとアフリカ戦線は一旦放置して、あくまでもまずはノルウェーを解放したいなというふうに思います。で、陸軍の経験値が結構欲しいので、ここもね、陸軍の経験値を貯めるために基地守備隊は訓練に明け暮れてもらいましょう。で、海兵に、で、海兵行った後欲しいのが特殊部隊がね欲しいですよね。そういう意味では砂漠戦うにあたっては、特殊部隊がいいのか山岳歩兵がいいのかでいうと、やっぱり特殊部隊だよな。ではこれでちょっと師団がイギリスに集まるまで時間を進めていきましょう。はい、で、グラマーワイルドキャットが研究完了したので、続いて
近接航空支援機の方の研究を行いましょう。でいくつかね、まあ簡単な回線、敵の航空機を撃退したりとか、こういうのが発生してますが、大規模な艦隊戦はね起きていないという状況です。ではまた時間を進めていきます。ここで国家方針、科学者の避難所、避難地、これができたので、続いて入れておくものなんですが、続いてはですね、この後、ドイツ、イタリアと戦争になっていくので、まずはドイツ、ここに対して、攻撃ボーナス、防御ボーナスのつくこのブラック計画を入れるので、そのためにヨーロッパへの介入を行います。ではまた時間を進めていきましょう。という前に研究だね、何やるか。ここはこの後の特殊部隊をさらに、やっていくために、特殊部隊拡大計画か、あるいは高度特殊部隊訓練か、どっちがいいかな。最終的には同じ特殊部隊にたどり着くとしてだ。補給猶予 48%、 あるいは補給切れの特殊部隊マイナス 10%、 こっちだな。補給切れになる可能性高いんで、特殊部隊の拡大を次狙っていこう。でまだ今ね特殊部隊やってますので、その間に我々としてはトラック入れる、水陸両用進めたいな、水陸両用進めたいので、そのための前段階の研究を行っていきましょう。ではまた時間を進めます。で今ですね、ちょっとイギリス軍がノルウェーの北部から進撃をしているので、おそらくノルウェーの南部が手薄になっているんじゃないかというふうに思うので、6師団と師団数揃ってないんですが、後続は続々と到着するということもあって、一旦強襲上陸をノルウェー南部にかけていこうというふうに思います。これがうまく成功してくれて、増援もしっかり決まれば、ノルウェーをまず解放できるかなというふうにも目論んでいます。
そしたらですね、今ちょうど、改装がほぼ終わりつつあって、海軍の造船所が空いているのがあるので、これを使ってですね、新型の戦艦を作っていこうというふうに思います。で、今持てるすべて最新の装備を持たせているので、まず主砲は2、研究としては2ですね。2のものを使っています。で、ちょっとじゃあ具体的に2ってなんだよって話だと思うので、見ていきたいと思います。で、名前はもうおなじみの7型になるんですけども、7型の戦艦で、一応ね、今1940年の40型というふうにつけています。で、まず主砲なんですが、大型主砲1と2があるんですけども、大型攻撃力、これが11、貫通力が31というものが大型主砲の1だったんですけど、これを2にすることによって、それぞれご覧のように、攻撃力、貫通力がアップしたものへと、変えていますというところですね。で、あとですね、対空兵装も、1から2へアップグレードしています。あと特筆すべきが火器管制ですね。これがですね、1から2にアップグレードをかけているというのと、そもそもレーダーは載せていなかったんですが、レーダーも一気にね、上げているというところです。もちろん、装甲は戦艦の2を入れていますので、これをじゃあ740型戦艦という形で作っていきましょう。740型戦艦がうまく機能してくれればね、いいんですが、740型戦艦こちらですね。じゃあこれを作っていきます。造船所が空いてる時に使っていきましょう。ただこれによってまた鉄が足りないので、鉄を輸入するのにまた民需工場を使ってしまうと工場の建設が遅くなるというデメリットが生まれるんですが、まあ、ここは我慢します。で、研究の枠ですね。陸軍の装備がトンプソンまで進んだので、このまま改良型を先に研究しましょう。ではまたここで時間を進めていきます。一応今ね、強襲上陸の部隊をすでに準備としては約半分進んでますと。で、さらに、イギリス北部に部隊を続々集めている状態なので、部隊が集まったらね、ノルウェーの方に上陸をかけていきたいと思います。はい、今強襲上陸始まりましたので、強襲上陸うまくいけばですね、続いてすぐに6師団を投入していきましょう。まずはこの初撃、強襲上陸がうまくいくことを祈ります。で、そのためにですね、
上陸支援を行う第2艦隊を投入したいんですが、どうだろう、上陸支援うまくいくかな。まずは上陸支援なしで普通に突入してもらって、うまくいかないようだったら上陸支援の、艦隊をね出していきましょう。まずはこの上陸がうまくいってくれないと話にならない。一応優勢なので、このまま上陸がうまくいけば、飛行場も占領して一気にねノルウェーを取り返す算段がつくんですが、ここがうまくいかないと話にならないですね。で、後続の師団も投入できるようにイギリスへどんどこ渡らせますが、ちょっとまだボストンについてないね。ボストンから一応イギリスにね、運ぶ予定です。戦闘正面幅とか見ても、まあ、有利には運んでいるので上陸はうまくいくと信じてはいるんですが、時間がかかればかかるほどこのスタンバンゲルにドイツ軍が集まってくるので、まあ、ちょっとね早めに上陸しちゃいたいところですね。スタンバンゲル取れるかどうか。そしたらこの後クリスチャンさんの方に進むか、ベルゲンの方、まあつまり右に進むか上に進むか、マップで言うとね東に進むか北上するかというところになると思うんですけども、まずはこの強襲上陸うまくいったね。一旦時間止めます。そしたらもうすぐに後続の6師団、これを運びます。でさらに飛行場に虎の子の航空機を投入しましょう。まず艦上の戦闘機、これを100、200しか配備できないので、ここにはね、いずれにしてもこれで制空権を取りに行きましょう。さらに近接の航空支援機入れたので、あとは何だろうな、爆撃機、これも200、うん、うん、ごめんなさい、100、合わせて200を入れましょう。これでドイツの戦車を駆逐する。これで空軍の展開も済んだので、あとはノルウェーを取り返しましょう。で後続の6師団到着するまでの間に、6師団分をねしっかり賄えるだけの補給線を確保しておく必要があるので、まずは前線を広げましょう。ではこれで時間を進めていきます。ちょっと長くなってきてますが、もうちょっとだけねやらせてください。後続の6師団が到着するぐらいまではちょっと見届けたいなというところなので、でさらにというところで、後ろの部隊がおーいいね、続々と到着してくれている。トロツキー暗殺ですね。
ではここからちょっとまた時間を進めていきましょう。ヨーロッパへの介入が終わりましたので、そしたら満を持してここでね、タイミングいいですけど、ドイツこれの攻撃力防御力プラス 10% ずつ入るブラック計画入れましょう。これが70日後に研究が終わるので、そしたらねドイツ軍に対してより有利な戦いができるんじゃないかなというふうに思います。で6師団、追加の6師団到着してますね。これも投入していきましょう。さあこれでどんどこどんどこ前へと進んでいきます。まあ、ドイツもどっかのタイミングで戦車とか出てくると思うんで、その時にね、まあ、どう、対処するかということで、後続の戦車部隊が待ち遠しいんですが、まだまだ到着しないですね。おそらく戦車が、ドイツといえば戦車というイメージですけど、戦車が来ると思うので、その時戦車にどう対応するかというところなので、ここはイギリス軍がねもうちょっと入ってきてくれると戦いとしては楽になるかなというふうに思うんですが、ちょっとまだ残念ながらそのイギリス軍がバシバシ来そうな感じはない。あとここに1師団確認できますね、イギリス軍。で制空権制海権確認しておきます。制海権はちょっと微妙かな、北海東部がしっかり確保できているかというとちょっと微妙。あとは制空権は取られちゃってますね、ノルウェー。ここは取りたいところなんですが、飛行場が、まあ、これから大きくできるかというとちょっと微妙なんで、ここは陸軍の数で押し切りましょう。なんとか。で後続の部隊はというと、一応海を渡りつつあるという状況かな。どんどこどんどこ渡らせていきます。ノルウェーをしっかり解放する。戦車も1個は来れる。ダメだ、戦車はまだボストンについてない。アテンション。戦車がついてくれれば戦車も出していきましょう。
Attention! さてさて、ではもう一回ノルウェーの方を見ていきます。一応じりじりとではありますけど大きくはなってるね。このまま順調に大きくしてくれれば補給も大丈夫かなと思うんですが、ちょっと現状の補給も確認しておきます。まあ大丈夫そうかな。このまま順調に大きくさえなってくれれば。はい、というところでじゃあついにね陸軍の方も参戦ということになりましたので、このまままずノルウェーを回復して、ロケハンでは鬼門になったアフリカ戦線、こちらに介入するかどうかっていうのも、まあ、ちょっとね決めていければいいかなというふうに思いますので、今回はじゃあ一旦ここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。